今回は、先週末に、ドン園の企画で行われた、デッキ合計特に6つ以下戦友対戦の動画2試合やよ。地元最後の砦の撤去が決定して、行動可能圏内から、テンポがなくなるから、この企画で、思い出が作れてよかったよ。うちの縛りの都合上、この条件は、普通に組んだらクリアできるけど、マッチした方に、このカードええなーって思わせられるように。今回は、無特技の号令持ちをピックしたよ。お相手の構成的に、序盤に号令を打てる流れに持ち込めば、リードを取れるはずやから、兵力の立て直しを優先。ここの弓の精度はガナガラそこそこ上手と思う。天に昇れ。犯罪。突っ込むぜ。犯罪。光り輝く存在よ。己が財宝を悔やめ。しずくんの号令を打ちたいけど、知力依存が 0.8 カウントと号令ではトップクラス。妨害が切れるまで粘ってから打ちたい。が、ダメ。この辺りの弓兵の楽しさは、やっぱり三国志大戦ならでは。孫九が撤退したから、仕方なく試乗。戦場を制するのは市場を制した者だ。買い取り犯罪。昨夜に見ますかな。毎度島なものには屈しません。
今か。犯罪タイミングをして進む時です。片っ端からぶっ倒す。宿縁を自由を磨き決戦に挑むのです。とっておきの一味を裁く時だ。水の如く時に沈む、時に激しく。策を練りますかな。犯罪犯罪。死ぬ時はこんなもんだ。足が速いな。目が霞んできやがった。罪を重ねるか。行くぞ。倍速中、今回はもう一戦あるよ。2戦目はこちらも特になしの号令持ち、師匠号令。まぐれあたりというものですよ。困るな。そこです。バン。そこです。まあ、デッキ相手は従来白より策を優先して攻めるけど、今回は噛み合いすぎやからどっちも取れると判断。受け入れます。バン。大丈夫。私が癒してあげる。式中に溜まるのは50カウント。加工トンを打てるのは魅力を加味しても54カウント付近やから、それまでに攻めたい。奥義連環には号令連打で対処可能のはず。ライン上げは迎撃を取られないことを最優先して堅実に。お悩みですか。阻む。己を律せぬ者に
勝利はない。バン。失礼不甲斐ない。けバカばっかり。そこです。倍速中。ご視聴ありがとうございました。今回はトッププレイヤーとの作戦をお送りしました。三国志対戦が続く限り今後も遠征してでも動画投稿していきたいと思うよ。